Hey guys, my name is わさもんです。とみち改めまして、推しがすぐ死ぬ男わさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはサビクイビスコ第1話。字がちょっと読み方がわかんないですね。80万日かの男。申し訳ない。読み方が分かんないですね。なんだろう、80万日かで合ってんのかな、ま、です。で、この作品よく今のところ分かってんのは、なんかサビになっちゃう風が吹いてるところでのお話。日本なんだけどなんかすごい錆びるんだって。でなんかまあタイトルがサビクイビスコだから、それをどうにかしていくんだろうなって感じがするんでね、わかんないんです。なんか戦うのか、そのサビを止めるために何をするんだろうっていう感じ。まだ本当に内容全く予想つかないんで、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。なんだろうな、何系統のやつかすらわからない。どうなってくるんだろう。まあでも面白いのは間違いないだろうな。なんだこれ、富士山みたいだな。それでは、アベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。本当に富士山じゃないか。なに、なんだ。サビつうかこれ。お、タイトル、サビクイビスク。お、スタッフ、東京爆心血。砂漠やん、もう。なんか絵がかっこいいね。オズじゃん。そらかっこいいわ。なんだ。かっこよ。人食い、何、竹、赤星ビスコ、キノコの山、17歳、身長180。渡り蟹に渡る。忌み浜県ってな、群馬って書いてんじゃん。やっぱ群馬ってパスポートいるんだな。通行手形いるんだよ。ほう、鉄の砂漠。お、やべえじゃん。群馬なんもねえじゃん。
これビスコっぽくない？キノコテロって書いてあったの。そんなことねえよ。なんかちょっと未来感あるね。なんかいつの時代もこんなやつにイグアナ？違うな。了解であります。いつの時代になっても風俗はあんだな。お水はサビ。発掘品。おばあちゃんずっと話してんな。黒い棒。おティンティンでは。指か。鉄人？鉄人って何？ほん。あ、エッチなことしてる。あ、エッチなことしてる。全然違うじゃねえかよ。注射やねえか、クソは。なんかすげえ綺麗だな。なんか闇医者っぽいな。うわ。かわいそうだな。やべえな、お父さんもサビがある。パンダ先生、この人の目は何なんだろうな。キノコ。何？キノコがないの？まずこの世界。何、松茸？ばあちゃん全部飲んでんじゃん、これ。見ろ。あらあら、大人気だね。
姉ちゃん。風俗のお医者さんみたいなやつあんだろうな、わかんないけど。ワニ？でけえな。シャコってそんなでかかったっけな。キノコが物騒。どういうこと？キノコ。日本国って書いてあったの。なんだ。なんか全然わかんない。キノコテロって何？お姉ちゃんか。お姉ちゃんっぽいな。なんだこれ、キノコじゃん。あ、めっちゃあるじゃん、キノコ。錆びつき。ビスコってもう完全にあのお菓子だよな。はあはあ、群馬県警でそんなすげえんだ。なんだ、死体ってアウトやないもん。なんかウサギちゃんが見えたけど、なんだ。キノコだ。カニだ。なんだなんだ。アイキャッチか。お。え、パンダ先生もなんかあんのかな。キノコ軍。
埼玉鉄砂漠。ムカデ？ムカデやん。ああ、取られた。すられた。あら。うえ。サソリヤブ、よう見えるな。何それ。何それ、ちょっと待って、何。目が治った。ワニマンってすげえよな。津田健？めっちゃ怖いよな、このウサギたちは。何なこれ、何これ。が群馬県警。あ、知事か。やばいやつやん。自警団なんだ。やめろよ。やめてくれ。キノコ森だ。見れないじゃん。やっぱパスポートいいんじゃねえかよ、群馬県は。すっげえ、めっちゃ動く。さあ、砂漠だ。あらあら。
怖え。お、ビスコだ。うわ、すげえ。すげえ。キノコだ。なんでキノコで錆びるの？やべえな、面白いなこれ。なんだ、まだ喋んないな。お姉ちゃん、お姉ちゃん？そうか、自警団だからか。やっぱそうなるよね。そりゃそうするよね。こう構えた時点でこうだよね。誰？キノコだ。ディスコだ。80万日かの男。ディスコ見るパウ。チロルっていうのかな？黒川。ああ。やっぱり全然わかんねえ。エンディングの映像を見ましょう。オープニングなんかな、これは。チロルだね。イアビー？名前が分かんなかったな。倒れかけとったおじいちゃんも、おお、活躍すんじゃん。主題歌、風の音さえ聞こえない。うわ、かっこいい、これ。やべえ、めちゃくちゃかっこいい。すごっ。あら、ビスコ。エリンギで飛ぶ。ちょっとね、なんかバカみたいなサブタイなんだけど、絶対面白いじゃん。いや、
なんかサブタイトルふざけてるけどかっこいいね、これ。すごい。面白。みんな見ようぜ、これ。面白いから。いやー、サムネどのシーンにしよっかな。群馬かな。あそこ使うのもいいかな。群馬か。でも、話の内容的にはね。って考えたら、あのぐるぐる巻きの僧侶は誰なんだろうか。ちょ、わかんなくなってきたな。まあでもなんか、あの時系列をね、こうなんか変えて、まあ、あのぐるぐる巻きがビスコで、あれを通った後に、あの夜の街のところにつながるとか、そんな感じなんかな。それかもう完全に別の人なんだろうか。まあどっちにしても楽しみなんでね、今後も視聴は継続していくので、皆様よければぜひ一緒に見てください。ということでね、もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。よろしくお願いします。概要欄の方にもね、リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、サビクイビスコ第1話、80万日間の男でした。ありがとうございました。ならね。